皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、まさか酒店というテーマでお届けいたします。先日ですね、私が所属してます伊藤会というね、業種交流会の団体があります。この伊藤会っていうのはどういう趣旨でですね、設立されたかと言いますと、まあ、経営者はもちろんなんですけども、サラリーマンだとか、あとは政治家だとかですね、まあ、いろんな人が農業やってる方も入ってるんですけども、リーダーをですね、育成するということを目的に結成された会なんですね。それで、伊藤さんという方がいらっしゃいましてですね、この方は、かつて大企業に勤めていました。そして大企業で、新潟のですね、支店長をされたんですけども、どういうことが得意かと言いますとですね、例えばグループ会社、その大企業のグループ会社だとか、取引先だとか、業績が悪いところがあるわけですね。するとですね、そういうところに出向していってですね、会社を立て直すと。まあ、何かそういうことが非常に得意な方でですね、2つ3つも潰れそうな会社を立て直したということなんですね。まあ、そういった意味もありまして、その伊藤さんという方がですね、新潟に赴任してたのが二十数年なんですけども、新潟の地でですね、ぜひ恩返しをしたいということで、始めたのが、この伊藤会というのですね。で、今のところメンバー20人ほどいます。で、僕がですね、メンバーの中では一番年上なのかな、50歳で一番年上なので、もうあとはみんな下ばかりで、30代が基本的には中心です。非常にやはりですね、リーダーを育成する会ということで、年齢は若くなっています。で、この伊藤会なんですけど、毎月1回ですね、例会をやってますけども、例会はですね、新潟市内がですね、2つのグループがありまして、あと、県央地域で三条燕地区で1つのグループ、あとは上越長岡地区で1つのグループがあります。で、こう、持ち回りでですね、開催場所も地元でですね、持ち回りでこう、点々とですね、毎月やっていくんですけども、今月ですね、上越地区に行きます。それで上越地区の方もですね、メンバーが4人ほどいらっしゃるんですけども、いろいろと、じゃあどういった例会を内容にしようかなっていうことで、考えたらしくて、今月はですね、実は、上越で酒屋で元気のいいのがいると。その酒屋のですね、まあ店主を呼んできて、ちょっと、まあ講演というかセミナーをやってもらうと。まあそれでどうかねということですね、私事務局をやってますので、そんな連絡を受けて、いや、いいんじゃないのということで、非常に今から楽しみにはしてるんですが、で、私事前にその酒屋ね、どういう酒屋なのかなと思って、一応ネットで調べてみました。事前に聞いた情報としては、まさか酒店という名前っていうのと、あとはネットショップがものすごく、いいんだよっていう話は聞いてたんですね。それでこう見てみますとですね、こういうことですよね。まさか酒店というのはあのまさかです。とかね、まさかとか、この驚きのまさか。まさか酒店というね、ありました。ホームページが。そしてこのまさか酒店を営業しているのは、新潟の地酒、梶屋さんというね、上越市の三和区っていうところにある、実際の店舗を持ってる酒屋さんですね。まあ、いわゆる、そのよくある町の酒屋さんだと思っていただけばいいと思います。で、ホームページを見るとですね、強烈でしたね、これは。日本酒で楽しい酔っ払い、増殖計画といきなりドーンと書いてありますね。でね、どんなお酒を売ってるんだろうと思ってみると、実はですね、こうお酒、酒は売っても日本酒売ってるんですけども、この銘柄とかっていうのじゃないんですね。銘柄はどうでもいいって言ってはちょっと語弊があるかもしれないんですけど、銘柄ではなくて、企画もので勝負してるっていうことなんですよ。これどういうことかっていうと、ものすごく簡単な例言いますね。例えば、日本酒年賀状とかっていうね、のがあったんですね。これこういうことなんですね。年賀状と日本酒がコラボしてると。どういうことかっていうと、まあ、日本酒がありますね、瓶のね。で、そのラベルってありますね。このラベルがですね、実は年賀状になっているんですね。要は、年賀状版のラベル。それを、10種類ぐらいですね、文章とかデザイン用意してありまして、選んでそれを貼ると。それでそれを送ると。年賀状の代わりにね、年賀状日本酒を送ってしまうというね、なんかすごいですね。
で、さらにですね、この 年賀状日本酒にはですね、開運おみくじがついてまして、大吉が出た方の中から抽選で5名様にですね、大吟醸1升がプレゼントがね、なかなかこう楽しいことをやっているわけですね。まあ、これはほんの氷山の一角。まだまだありますね。まあ、これはね、けどありそうなのなんですけども、おじいちゃんおばあちゃんへ似顔絵オリジナルラベル。これ日本酒ですね。あとは父の日のオリジナルメッセージ。感謝状&似顔絵日本酒とかね。まあ、この辺はですね、もしかしたらやってるとこもあるかもしれませんね。けど、このラベルがですね、感謝状になっているというね。まあ、これも結構面白いですよね。もっと、ね、変わったのがありましたね。これとかね。自分でブレンド日本酒とかね。日本酒 A と日本酒 B をブレンドしたらどうなるんだろうっていうね。なんかこう一般的にはね、混ぜて美味しいのかなみたいなね、感じはあるんですけど、どうもですね、ブレンドして飲んでる人もいるようなんですね。それで、このね、商品は、5種類のですね、新潟の日本酒の、これ 300ml ぐらい入ってる小瓶ですよね。これが5本セットになってます。そして、まさか酒店のですね、専用のグラス。で、この専用のグラスがですね、なかなかいいですね。こう、メモリがあってですね、メモリがあって、こう、ブレンドを、どのぐらいこう、ブレンドの対比で入れられるとかね、このメモリついてるんですね。9対1とか、8対2とかね。これもなかなかいいですね。これがですね、なんと 300ml の瓶の日本酒が5本入って、あとは、まさか酒店オリジナルの専用のグラスもついてですね、税込みで6550円ということになってるんですけども、このま、企画の勝負っていう感じだと思いますね。その他にもですね、雪だるま豪雪酒とかって言ってね、雪だるまのですね、パッケージ、その中に雪があって入ってます。その中に日本酒の瓶、四合瓶でしょうかね。それが入ってると。これもよく考えましたね。なんと、これも当たり付きですね。5000円相当のご当地特産品が当たるとか言って。まあ、こんな感じでですね、日本酒のですね、銘柄というよりもですね、企画ものだけをネットでこう売ってるというね、これ非常に珍しい酒屋だなと思いました。で、しかもですね、新潟県にこういう酒屋さんがあるっていうのは非常に喜ばしいことでしたね。いや、まだまだね、ぜひホームページ見てほしいんですけど、まだまだいろんなですね、企画の商品が出てます。ということで、今日はですね、新潟県上越市にあります、まさか酒店というのをね、紹介しました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、この商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てると思いますので、ここをクリックしてぜひ登録をお願いします。